はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで緑色のサノスさんですね。はい、いつもありがとうございます。NPB のトップスクロームを一つです。で、今日発送します。昨日でだいたい、はい、落ち着きまして、いやー、今日は朝ちょっと起きれなかったですね。目が非常に疲れてました。アリナミン飲んで寝たんですけど、よいしょ。はい、じゃあワンパックずつね、開けていきます。よいしょ。サイン当てたいんですけどね、やっぱりサイン的な、まあ箱で言うと120箱1ぐらいなイメージですからね。浅村さん、いや、ショーシリーもいいんですけどね、赤リフとかね。うん、あ、箱1インサートは大山さんですね。ルーキー一応仕分けしておきますが、届きましたらすべてのカードをご確認ください。あ、やっとイチローさんがお一人出て報告いただきました。ルーキーのリフ、前田さん、銀次さん、マー君がお一人も見てない。今もう、マイケン待ちですね。はい。あ、マキさんの299ですね。マキさんいい打撃してますからね。あ、ビッグボスもいました。ねえ。初年度すごかったよね。3割1分よりにホームラン22本。パンチ力もあるし。ねえ。178。うん。すごいですよね。山崎さんですね、オリックス、はい、グリーンの99。ベースも出ました。はい、大貫さん、リフです。ベイスターズ、あ、伊藤君、もうちょっとインサートの種類あっても良かったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そうベースカードが揃い、まあ、にくくなるというわけでもないか。210何人ですかね、キュータさん。217?6? あ、どっちだったかな。ぐらいでしたね、ベースセットが。で、インサートがあって、という感じです。はい。マークリフ。大勢さん、ルーキーリフですね。今シリアルが2枚だな。結構出るときなんか立て続けに来ますよね、ポンポンポンと。宮城さんですね。山下さん、はい、でもベースカードが4枚入ってるパターンもあるんで、お、光ってる。はい、松川さんのリフ、ルーキーリフ来ました。もういいね。やっぱキャッチャーはね、職人ですから。まあ素質でしょうかね。うん、西川さん299。監督さん、お、光ってますね。はい、井口監督、光りました。監督箱どうですかね。はい、299ですね。これでシリアル4かな。パープルが3出てますね、もうね。
で、グリーンが1個。あら、パープル 4? はい。パープル4だ。森さん。で、グリーン1。パープル4、昨日もあったな。4もあるんだ。お、奥川くん。はい。奥川くん、リフ。千賀さん。巨人の山田さん。ピッチャー。あと3パック。日ハム堀さん。ん、199ですね、ここで。ヤクルトの山崎さん。パープルが 4?1991? グリーン1。最後。あ、ブルーだ。457? はい。アオリフの、キリシキさん。阪神のピッチャー、ルーキーです。うん。はい。ということで、よいしょ。パープル4がね、まあ、たまにあるかなという感じですかね。昨日も1回あったな。パープル4出たなっていうのが、喋ってた記憶が。もう昨日の記憶はもう、飛んじゃってますね。疲れて。よいしょ。まあ珍しいですね、パープル4。まあグリーン、シリアル的にはグリーン止まりでしたが。マキさん。チームはばらけてたな。はい、パープル4、1991、151で99という感じですね。34567、34567ですね。シリアル7枚でした。チームは本当ばらけてますね。ヤクルト、いや同じ球団ない、あ、ベイスターズが2枚出てる。あとはみんなばらけてる感じですね。はい。ということで、こちらでね、今日発送、明日着予定です。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。